皆さん、おはようこんにちは、こんばんは、みおでーす。はい、ということで今回の動画なんですけれども、初めてにおそらくなるかもしれません。最近購入させていただきましたアットコスメの購入品を紹介していきたいと思います。アットコスメはもう女の子の方向みたいな感じで、なんか美容師さんに聞いたら、なんか男性の美容師さんの方でも結構アットコスメに行かれる方が多いみたいで、やっぱなんか美容師さんってね、トレンドとかヘアケアアイテムとか多分注目されてるのかな、わからないんだけれども、何をしにそこに行かれてるのかわからないんですけれども、男性で美意識高い方も結構行かれてる方が多いっていう話を聞いて、まあ本当にアットコスメはみんなのなんとかって感じなんですけど、そのみんなのなんとかっていうところで購入をちょっとさせていただいたものをご紹介していきたいと思ってます。でも今回ご紹介する中には、私の大体お気に入り商品っていうのもありますので、ぜひそこも注目して聞いていただきたいなと思ってます。全然筋肉がない、どうしたということで、サクサク進んでいきたいかなと思うんですけど、一部もう使ってる商品があるので、ここにちょっとね、持ってこれないみたいな、お風呂場とかで使ってる商品があるので、一部ここに持ってこれない商品もあるんですけれども、まず最初の商品こちらでございます。ドーン、早速ね、イロハのインティメイトウォッシュとなっていて、フォームタイプとなっております。これいわゆるデリケートゾーン用の、ボディーソープみたいになってます。なんか泡タイプを、はい、買わせてもらって、弱酸性ソープって書いてあると思うんですけど、まあ、その泡タイプ、お肌に優しいようなデリケートゾーン用のソープを買わせてもらいました。ちょうどなくなっちゃって、前まで使ってたこのパブリックオーガニックっていう名前だったっけ、ちょっと名前忘れちゃったんだから、名前忘れちゃったんだからこれを使ってたんだけど、これがなくなっちゃって、でこれドラッグストアとかで売ってなくて、やばいどうしようと思って、ちょうど仕事行くしアットコスメあるし買っちゃおうと思って買いに行ったんですよ。うん、そしたらなくって、やっべーと思って、もう今日の夜からないじゃんと思っちゃって、ちょっとどうしようかなと思ったら、この商品が売ってて、まあ、結構いいんじゃないかみたいな感じで評価されてたんで、こちらを購入させてもらったんですね。で結構口コミも割とよくって 4.9 みたいな形で結構高かったです、アットコスメでは。はい、なんかこれって、まあ、黒ずみケアとかくすみケアとかそういう成分も入ってるみたいで、あとお匂いとかを消してくれたりとか、そういう効果があるようなデリケートゾーン用のソープらしいんですけど、まあ、1、2回しかまだ使ってないんですけど、使ってみて泡はめちゃめちゃ優しかったです。で、きめ細かいし優しいし、スリープッシュぐらいかな、私はスリープッシュぐらい、結構ちゃんと洗いたいからスリープッシュぐらいを使うような形なんですけれども、まあ、コスパ的にもめちゃめちゃいいってわけじゃないけど、激悪って感じじゃないんで普通っていう感じでした。なんかそんなにソープ自体に強い香りはないので、なんか使いにくみたいなところはなかったです。から、今2日ぐらいしか使ってないんですけど、使ってみてめちゃめちゃ悪いなみたいな点はまだ見えてきてないです。ただ、これによって、まあ、どういう風にデリケートでんでんが変わってくるのかみたいなところは、まだちょっと経過が必要かなっていうところなので、もし、よかったらまたお気に入り商品とかで紹介させていただこうかなと思っております。それでは、次。はい、続いての商品こちらになります。でーん、こちらの商品はイグニスのモイストクレンジングクリームとなっております。ということで、これ最近なんかの動画で紹介したよね、使い切りアイテムかなんかでご紹介、コーヒー買えちゃった使い切りアイテムかなんかで紹介させてもらったかなと思うんですけど、このイグニスクリーム本当にいいです。これクリームって保湿クリームじゃなくて、まあ、クレンジングクリーム、何にも書いてある通りクレンジングクリームなんだって感じなんですけど、もうこのクレンジングクリーム、もう滑舌悪いぞ、おい、このイグニスのクレンジングクリーム本当に悪いところないです。匂いもめちゃめちゃいいし、洗浄力もめちゃめちゃいいし、肌にめちゃめちゃ優しいし、めちゃめちゃって何にでも使いたいっていうぐらい本当にいい商品でございまして、これはもう全女に紹介したいと思ってます。全女におすすめします。これ絶対買ってください。もうこれ次誰かの誕生日来たらこれあげようと思う。これあげようと思う、これ決まりだと思う。ああ決まりだ、決めた。じゃ続いての商品こちらになります。ギョーン、はい、こちらヒロインメイクのボリュームアップマスカラスーパー VP って何？ W パワーです。こちらお色味ブラックになるんですけど、みんな大好きヒロインメイクって感じで、まつげぐんぐん伸びるぞみたいな感じで、これちょっと今日使わせてもらったんだけど、初めてね、ちょっとどうやって見せた方がいいのかな。
とマスカラとあのお友持ちにおすすめされたデジャブのなんか細いブラシのやつ、あこうやって載せとくね、それを使ってて、それもめちゃめちゃいいんですよ。めちゃめちゃよくって、私下まぶたにつくのが本当に嫌で、ってかみんな嫌だよね、みんな嫌だと思うんだけど、下まぶたにマスカラをつくっていうあの朝のストレスが本当に耐えられなくって、まあ、どうにかできないかなと思って結構細めのブラシを使ったりとか、あのトニーモリーっていう私の本当に大好きな下まぶた専用として私使ってるんですけど、それがあったんですけど、それどっちかを使うみたいな感じだったんですね。で、あのでもデジャブだと結構液が割とつかなくって、バサっていうまつげ作りたい時に、あーなんかもうちょっと足りないなみたいな、二度塗りしても足りないなみたいな感じになっちゃって、なんかちょっといいのないかなと思った時に、まあ、ヒロインメイクであの新商品が出たよとか、ヒロインメイク結構伸びるしボリュームも出るしすごいいいよみたいな感じで口コミを結構見て、あそうなんですかみたいな、じゃあ私買わせていただいていいですかって思って買い込ませていただきました、アットコスメに。そして店頭に行かせてもらってすごく悩みました。もういろんなものあっちゃったからさ、色はブラックって決めてたんだけど、もういろんなものあるからどうしようと思っちゃって、そしたらこれがなんか結構いいよみたいな感じで、もうあのなんていうんですか、ポップがあったんで、まあ、いいよって思っちゃったから、いいよって買っちゃいました。日本語大丈夫かな、結構良かった、やっぱいいね、やっぱ最高だわって感じで、天まで届いちゃうわって感じなんですけど、あのこんなようなコームになってて、割ともう極太みたいな感じで、すごくいい。液もしっかりつくし、ボリュームも、まあ、確かに上がるし、あの、やっぱ、伸ばしてくれるっていう感じ。うん。あの、立ち上げてくれるっていう感じ。ビューラーでまつげをくるんってさせたと思うんだけど、その後の、まつげをさらに伸ばしてくれるなっていう印象が出たってぐらい本当に良かったです。目元ってさ、マツカラが大事だと思うから、あの、私も結構、いろんなマツカラ使いたいなと思ってて、で、次はね、ニコルのあの、マツカラを買ってみたいって思うんだけど、全然、売ってないの。あれどこで買ってんのみんなって感じなんだけど、アットコスメにあると思ったらなくって、こちらのヒロインメイクを買ったんですけど、これ大当たりでした。めっちゃ良かったです。ぜひ使ってみてください。それでは続いての商品こちらになります。キュッテラッテ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 ッ、はいはい、こちらの商品はエクセルのパウダー&ペンシルアイブロウ EX となっておりますということで、こちらは、アイブロウペンシルになってます。あのみんな大好きエクセルさんって感じで、みんな大好き、めっちゃつけたがりたいんだけど、私何の色買ったんだっけ、モカブラウンってやつでした。 PD07 のモカブラウンってやつを買わせていただいたんですけれども、まあ、私ご覧の通り髪の毛が割と黒い感じ、黒いというか暗めな感じで結構やらせてもらってるんですけど、でもね眉毛って私割と光飛ばしたくって、あの明るい眉毛にしたくって、今でも見てもらうと分かる通り結構、まあ、髪色に近いようなお色味になっちゃってるの。だからもう一つ明るい色買えばよかったなってちょっと後悔してるんですけど、結構眉毛は飛ばしたい派です。で今あのヒースのシグネチャーペンスンスンブランセンみたいなやつを使ってるんですけど、それも結構いいんですよ。いいんだけど、私結構多分ファンデーションしっかり塗るのか油分が多いのか分かんないんですけど、あの塗った時にペンシル自体にファンデーションとかがついちゃって、なんかぬめっとしたようなペンシルに切り替わってっちゃうの。なんかすごいそれが気持ち悪くって、でも使わなきゃいけないからさ、結構ちゃんとパウダーとかをねこう眉毛に仕込んでから描くようにはしてるんだけど、描くのが強いのか分かんないんだけど、ちょっとなんかねって感じで使用しててあんまりいいなって思わないし、あのまあ眉毛はねしっかり描けるからよかったんだけど、結構ねいい人にはいいと思うの、合う人には合う商品だと思うんだけど、ちょっと油分多めみたいな女にとってはすごくあんまりね、あの相性が悪くって、なんかいいアイブロウペンシルないかなと思って、私はあのセザンヌの極細なんとかブローってやつを買おうと思ったの。だけどアットコスメ全部売り切れてて、うわそうだよね、あれ人気だもんねって思っちゃって、もうでもじゃないからどうしようと思って、やっぱり王道のあのエクセルさんにたどり着いたって感じなんですけど、高校の時かな、結構学生の時使ってたんですけど、まあやっぱ普通にいいね、普通にいい。で私パウダーが結構苦手というか使わない女で、使ったとしてもあのアイシャドウとかチークとかちょっとブラウンみが強いものをこうのせるぐらいな感じで、あのあえてアイブロウパウダーみたいなものを買わないような女なんですよ。だからできればこういうペンシルタイプでぼかせばパウダーっぽく見えるよみたいなものが欲しくって、でこれはぼかすとちゃんとパウダーっぽいふんわりした眉にしてくれるから、私にとってはすっごく使い勝手がよくって、あの眉毛描き始めました私みたいな女の子はここから、うん、始めるのもすごくいいんじゃないかな、使いやすいかなと思うので、ぜひおすすめでございます。次行こう、熱い、ちょっと熱いから髪の毛、なんかここにゴムついてたんだけど、ということで続いての商品こちらになります。どーん、はい、こちらの商品ロージーローザのリアルックミラーとなっております。ということでこちら
はって感じだよね。マジはって感じなんだけど、こちらの商品鏡です。リアルックミラー、ちょっと汚ねえな、もうそう、リアルックミラーという、お鏡さんになってるんですけど、なんかいつも使ってる鏡はなんか反射率みたいなところが割と 90% 以下で、本当の自分を映してるんではなくって、ちょっとなんかフィルターがかったようなお肌とかを通して私たちは目に入ってきてるみたいなんですね。なのでいわゆるちょっと厚塗りしちゃったりとか、アイシャドウ濃く塗りすぎちゃったりとか、眉毛の色味とか、結局人から見られてる時にはちょっと明るめだったりとか、ちょっと暗めだったりとか、まあ少し誤差が出てしまうような鏡になっちゃってるらしいのね。知らなかったんだけど、で私SNS ですっごいこれバズってて、バズっててかすごい人気回ってきて、何みたいな、リアルックミラーみたいな、本当の私みたいな、でさ結構みんなそうだと思うんだけど、本当リアルな私を見たい、肌感見たいっていう方に、まあ、おすすめなミラーらしいんです。これを使うと何がいいかっていうと、まあ、ファンデーションの色味バランスがしっかり見れたりとか、厚塗りしすぎなかったりとか、アイシャドウ濃く塗りすぎなかったりとかみたいな形で、まあ、すごく利点があるようなミラーらしくって、私実際になんかみんなに見せたいなと思って写真撮ったんだけど、そんな感じで私見えてて、結構使ってみては思うんだけど、毛穴がキモい。私結構スキンケア力入れてやってる派なんですけど、ちょっともうちょっと頑張ろうよって思っちゃったよ。私って結構白っぽくこうやってね、画面通してると見えるかもしれないんだけど、肌がね、黄色みが結構強くって、汚いって思っちゃった。うん、でも黄色みってどうやって直したらいいか分からないから、日焼け止めとりあえず塗りまくって肌再生させようかなって感じなんですけど、で今日これ初めて使ってメイクしたみたいなんだけど、どうなんだろう、カメラ映りとか変わってんのかな、ちょっと分かんない。でも多分ノーズシャドウとかはいつも多分濃くちょっと入れすぎてたのかな、なんか抑えめになってる気がする。ピン、600円ぐらいだったかな。なのでまあ、ちょっと高い鏡ではあるんだけど、これぜひおすすめです。めちゃめちゃ綺麗に映るので、みんな買ってみてください。お願いします。はい、では続いての商品こちらになります。ドーン、ごめんこれ使い切っちゃったものですが、こちらラグムのジェントルウォータークレンザーとなっております。こちらの商品なんですけど、使い切っちゃったんだけど、新しいものもお風呂場にあるのですいません、使い切りで申し訳ないんですけど、これは洗顔料になってますと。私は朝の洗顔料としてこの夏場結構使ってたアイテムなんですね。で私朝洗顔って基本的にやらない女みたいな、朝洗顔はやめろみたいな歌ってるような女、そうだったんですけれども、なんかねこの夏、年なのかわかんないけど、ちょっと肌のザラつきとかが本当に気になっちゃって、基本私拭き取りパッドとかで朝は済ませてたんだけど、そういう汚ないものを除去するみたいな、そう工程はそうだったんだけど、結構肌のザラつき気になっちゃって、このままだとちょっと汚いものを塗りながらスキンケア上にしてんのかってなって、なんかいいのないのと思ってた時に、このジェルタイプの泡が出ない洗顔料があると。使って感動でしたね。なんで早く洗顔しなかったんだ君はっていう感じでした。透明なんですけど、ジェルなのですごい気持ちいいし、これ多分冷蔵庫とかに入れとくと肌ひんやりした感じですごく気持ちいいと思います。でクリームみたいな感じで、本当なんだこれぐらい、さくらんぼぐらいのものを取ってもらって、肌にこうやって塗ってもらって、くる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 ってくるくるって塗ってもらって、でそれを塗る前とかでこう洗い流してもらってパッて感じなんですけど、洗えない突っ張り全くありません。そして次に入れる導入化粧水とか、まあ、化粧水とかやった時に分かるんだけど、すんごい滑らかな肌になります。だから相当私この長年洗顔しなかったから、朝は結構しなかったから、絶対した方がいいって思っちゃった。今まで私友達に朝は洗顔しない方がいいよとか結構言ってた女なんだけど、この女の子たちに謝る、これ絶対使おう、てかこれあげよう、これあげるから、これ買ってあげるから、もう行こう、友達ごめんって感じです。もう朝泡の洗顔したくないって今悩んでる女の子は、これを絶対買った方がいいと思います。お願いします。こちらの商品いきたいと思います。ドヨーン、こちらの商品はバイオのセラムフィットシャイニングトーンアップクリームとなっております。こちらの商品なんですけど、私が大好きな伊原葵ちゃんがですね、広告のモデルさんをされてるようなバイヤーっていう商品なんですけど、最近メイクアップラインだけじゃなくてスキンケアラインも出ましたということで、本当に可愛い。可
わいい。こちら化粧押し字になっております。でこちら、SPF は28の、PA が2プラスっていう形で、まあ、程よいあの紫外線効果も入ってるような化粧下地になってるんですけど、これちょっとピンクがかったような、化粧下地さんになっていて、ぶっちゃけ使ってみてごめんなさい、私は結構嫌いなタイプでした。キャラ葵ちゃんが好きだから、ちょっと嘘ついていいって言うみたいな、ごめんなさい、そういうことができないんですけれども、ぶっちゃけ私は結構嫌いなタイプの化粧下地でした。で、なんでかでいくと結構水っぽくなくて固めなテクスチャーだったんです。はい。で、確かにトーン上がるし、肌にこう馴染ませていく、温度に溶かしていくっていうところでは、しっかりトーンアップしながらツヤとかも補給してくれるような化粧下地だったんだけど、私は最初の出した時の肌馴染むまでの、ちょっと硬いテクスチャーみたいなところがすごく嫌で、肌になんかこうバーってこすらないとやら、なんだろう、伸ばせない。伸ばしにくいテクスチャーだったりとか、まあ、肌に馴染ませるまでの間にちょっと摩擦を起こしすぎちゃってもうなんかめんどくさいな、みたいな。もうちょっと時短でできないな、みたいな。なんかね、もう少し軽めのテクスチャー、水っぽいようなテクスチャーであれば、めちゃめちゃ好きだったんだけど、そういうところではあんまりちょっとおすすめは結構できないかなっていう商品でした。まあ、でも水っぽいテクスチャーじゃなくても私使えるよ。トーンアップだけ、目的で買いたいよって女の子はめちゃめちゃこれ優秀だなと思うので、ぜひそういう子にはおすすめなんですけど、軽めのテクスチャー、水っぽい化粧下地が好きだよって方にはあんまりおすすめできないような商品でした。で、ちなみにこれ白タイプかな？これピンクベースなんだけど、白タイプのものはあるっぽくて、そっちはまだ使ったことないんだけど、もしかしたらそっちが水っぽいテクスチャーかもしれないけど、ちょっとね、次買うときはお店でちゃんと出してピンピンってやって買おうかなって思ってます。でも伊原葵ちゃんは大好きです。この間できたヒンスのキット買いました。かわいい。はい、ということで今回バン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 ご紹介させていただきました。アットコスメの購入品紹介でございました。という形で、もう私ものすごく暑いです。久しぶりに夏を感じました。夏戻ってきたんだなと思ってます。すごく暑いので、私の部屋エアコンないので、もう切りたいなっていうところなんですけれども。今回ね、初めてアットコスメの購入品を紹介させてもらいました。もうすでに私が使ったことあるアイテムもありまして、まあ、リピート商品みたいなのも数々出させてもらったんですけど、初めて使ったものに関しては、もっともっといいなって思ったら、これからお気に入り、商品として動画撮らせていただこうかなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。最近アットコスメにもゆうこすさんのスキンケアが導入されたってことで、私この間お目にかかったんですけど、ちょっと今日、はいはい、ごめんなさいね、すいません、ちょっと汗かいてきちゃった。ですね、またカメラがちょっとこうになっちゃって動かないから、もうさ、最後の最後の締めだったのにね、本当にごめんなさい。締め作業が申し訳ないですって感じなんですけど、夜見てるから締め作業頑張ってる？お疲れって感じなんですけど、なんだっけ、ちょっとお目にかかれたんだけど、ちょっとこの間はやめました。でもちょっと次回行った時は買ってみようかなと思うんだけど、ということで、まあ、またアットコスメで、いいなって思った商品があったら皆さんにシェアさせていただければなと思いますので、また次回の動画遊びに来てくれたら嬉しいです。それでは本日も見てくれてありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくれた方。だね。です。お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。見たこと